はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。1時25分ですね、12月は13日の火曜日でございます。日経平均はプラス95、あんまり変わりませんね。ドル円はですね、137.849と138を除きたいなという感じですね。注目ドルは、うにゃうにゃしてますね。1306というあたりですか。まあ頑張ってるんでしょうけども、忙しいですね本当韓国。いや、これやってる方というのはですね、前は。本題行きましょうか。ロシアでございまして、ザクザク今日出た記事ですね。今日の14時43分と言いますから、まだ2時間経っていないですね。今日一本挙げたんですけども、プーチンの後継者はこう言ってちゃうかっていうあれですけど、その続報みたいなものですね、これね。プーチン大統領の亡命計画は強硬派の追放作戦か。南米ベネズエラのリゾート地が候補地。計画は最側近のクーデター、国外では安全の保障ないというタイトルでして、2ページ、まあ、ちょっと読んでいきましょうか。ウクライナ侵攻で苦戦が続くロシアのプーチン大統領は密かに亡命計画を練っていることが分かった。まあ前からね出てましたけど、敗戦した場合南米ベネズエラのリゾート島、リゾート島っていうんですかね、リゾートアイランドへの脱出が候補地として有力視されているというが、専門家は強硬派がプーチン氏を追い出そうとしている可能性があるとの見方を示す。ノアの箱舟作戦と非公式に呼ばれるプーチン氏の亡命計画は、ロシア大統領府クレムリンの元スピーチライターでイスラエルに亡命しているアッバス・ガリアモフ氏が SNS のテレビグラムチャンネルで明らかにし、米ニューズウィークなどが報じた。これ一回この動画でも取り上げましたね。ベネズエラに亡命しはんねんでという話ですね。ロシアは2月24日にウクライナに侵攻を開始したが、ガリアモフ氏は信頼できる情報筋の話として、春の時点で敗北した場合の亡命計画を検討し始めたという。亡命先として当初は中国が浮上していたが、アルゼンチンやベネズエラの名前が出ているとした。ロシア国営エネルギー大手幹部が計画を手配しているとされる。米ネットメディアのデイリービーストによると、他にはエクアドル、パラグアイも候補地になったが、ロシア政府高官はベネズエラのリゾート地として知られるマルガリータ島で不動産を取得しており、身柄の引き渡しからも逃れることができ、安全だと確信しているという。そんなん言うとも分からへんやんということですね。もうちょっと行きましょう。ベネズエラが有力されていることについて、筑波大の中村逸郎名誉教授は、ロシアとベネズエラはソ連時代から友好国だ。ベネズエラとしてはプーチン氏を引き受けることで国際法廷に引きずり出したい米国に経済制裁を解除させる強力な外交カードとなると解説する。外交カードとならへんのですけど、あのね、ベネズエラがね、自国に逃げてきたプーチンを、はい、差し出しますってこうやって出すんやったらね、アメリカよっしゃ、だから経済制裁解除したろってなるかもわかりませんけども、囲ってるだけやったらね、アメリカからお前何やってんねんって言って怒られるわけでしょ。もうそんなカードにならへんのですけどね。ロシア軍のウクライナにおける戦争犯罪をめぐっては、国際刑事裁判所 ICC が捜査を行い、人道に対する罪やジェノサイド、集団殺害での立件を目指している。さらに欧州などからはプーチン大統領を侵略罪で裁くことを目指す特別法廷の設置案が浮上している。ハーグにあるんですよ、国際司法裁判所が。そこにね、送り込もうとしてる連中がいるんですけど、まあ、もともと柄を確保できませんからね。一方で中村氏は、プーチン氏にとって亡命計画は最側近らの裏切りによるクーデターに近い。プーチン氏は国外に出てしまえば安全の保障はないとも述べる。そうなんですよ。でもベネズエラ政府はね、プーチンさんの身柄を守るとは思えない。
ベネズエラって南米ではですね、今や有数の反米国家でして、ただしですね、反米なるがゆえにですね、デフォルトしました。いや、国家経済が破綻してるんですね。だからベネズエラ人の4分の1ぐらいは国外に逃げてったというふうに言われています。産油国、石油が出るにもかかわらずですね、非常にこう経済が苦しい国ですね。でアメリカの経済制裁を受けています。強硬派からはプーチン氏の軍事作戦での指導力が手ぬるいという不満や反発が公然と出始めているという。中村氏はこう指摘する。プーチン氏が失脚すれば、民間軍事会社ワグネル創設者でオリガルヒのエフゲニープリゴジン氏、これさっきで、今日は2回目の登場ですね、プリゴジンさん、と同じくオリガルヒのユーリー・コバリッチェク氏、そして米女子バスケットボール選手と囚人交換でロシアに帰国した武器商人のビクトル・ボウト氏という強硬派3人のトロイカ体制が新政権を牛耳ることになるだろう。西側諸国にとっては手放しで喜べる状態ではないということで終わっています。一応これ貼ってみましょうか。1ページ目を、強硬派が政権を握ればですね、 N 使うんちゃうかと思いますね。プーチン氏が手ぬるいと言ってるわけですね。プーチンが手ぬるいと言ったらどうしたらええねんという話ですね。じゃあ N とかですね、C を使うかということになりますね。ケミカルな、はい、ケミカルって K でしたっけ、よう分からんはい、N や K を使うということにですね、なるかも分かりません。そしたらまたややこしになるわけですね。まあしかしこういうね話はね、まあ千に三つもほんまはないというふうに思いたいところではありますね。プーチンさんが、まあプーチンさんが、ね、いなくなるというのは、まあ、一見いいことなんですけどね。だってあれはほとんどプーチンさんの意思だけでやってるわけでしょ。プーチンさんがいなくなればですね、もっと温厚な人がですね、ロシアの指導者になればですね、こう解決への道が探られるんですけども、そうではなくて、さらに強硬なクレイジーなマッドな方がですね、トップに立てばですね、それこそ本当にさらにお前らやるんかみたいな形になって混沌としますよね。まあでもプーチンさんがいる限りはね、やめないと思うし、どうなるんでしょうねこれね。でお金はあるんですよ、ロシアって。石油やガス売ってるんで、でガスはヨーロッパが買ってくれてますし、今止まってるという話もありますけど、石油はね、原油はね、あれなんですよ、中国とかインドはあるいはトルコが買ってくれるんですよ。もうそしたら別にあれなんですよ、そのお金がなくなるということにはなってないですよ、なんで、続けようと思ったら続けられるんですね。でもなんていうか、アメリカやヨーロッパもいい加減にええやんってなってるわけですよ。援助疲れと言いますか。だから解決が見えないなと。プーチンさんは解決する気ないわけですね。とことんやんでという感じになってます。でもそのプーチンさんが甘いと言ってるんやから N 使えということでしょうね。プーチンさんは最近また言い出しましたね、 N 使うぞってでも N 使ったらね、プッチン作戦が、アメリカによるプッチン作戦が正当化できるわけですから、そのあたりもね、交渉が入ってるはずなんですけども。まあ、しかし、ここに来てでもね、こういう話がね、ちらほらちらほら出てきてるということはね、ロシアのね、プーチン周辺もね、相当ですね、弱ってるということなんですね。で、今日のニュースではですね、年末の、こう、ロングラン記者会見、今年はないということです。この10年で初めてないということですね。まあできないんでしょうね。いろんな質問が来たらですね、プーチンがシャシャシャとそういうふうに答えてたんですけど、それができなくなったということは、答えられない質問が来るというのをですね、予想してるということでしょうね。つまり、困ってるということです、プーチンが。なんで、もしかしたらプーチン政権の終わりは近いのかもわかりません。
でも問題は終わった後ですね、プーチンよりマシな人が指導者になればいいですけど、プーチンよりマッドなやつが指導者になったらどうなんだっていう、はい、ということでこのザクザクのページ一応ですね貼ってみます。後で撮るかも分かりませんが、はい、皆さんどうもありがとうございました。